かに失敗をしないかという条件を整えているように見えます、うん、いやリスクヘッジなんでね必要でしょ、うん、でも面白いかなと思うんですよ、ね、それでそんなんで面白いのと生きる意味は僕は基本的にないと思ってます。で人間に与えられた唯一の特権は生きる意味を、その人それぞれが作ることができるということですよね。ガンジーのなんか言葉で好きな言葉があって、一生生きるかのように学べと、今日人生が終わるかのように生きろっていうような言葉が確かあったんですね。それに近いんですよね。僕が50年後を意識する意味は、ずっと自分が成長してたい、そしてできるかのように今意識して何かをやりなさいと。ターゲットを決めないと、もう10年後でも20年後でも5年後でもいいですよ。もう無理って思う夢物語の自分像を作ってしまえっていうのは、僕がまあこれくらいのアルバイトしかできないんで。自分の人生なんです。一回しかない人生、無駄にはしちゃうしかない。大げさかもしれないですけど、本当にいつ死ぬかわからない人生の中で。